こんにちは。5月4日木曜日、時刻は14時を回りました。ここからはウェザーニュースライブアフタヌーンのお時間です。担当は松雪彩香です。よろしくお願いいたします。さて、たくさんの方に今日も番組をご覧いただいていますが、はじめましての方も、そしてお久しぶりですという方も、双方いらっしゃるかと思います。改めまして、約1年半ぐらいですかね、産休と育休をいただいておりまして、かなり久しぶりの今日が番組の出演ということになります。で、今日を迎えるまで数日、本当に2日間だけですね、番組に向けてのトレーニングをしたんですけれども、まあ、自己紹介をしようということになったんです。ただ、難しいですね。大人になってからの自己紹介って、もう何を話していいかわからないなぁと思うなりにいろいろ考えたんですけれども、ちょこっとだけお話しします。実はですね、今年の4月でキャスターになってからもう10年目ということになりました。以前は夜の番組に多く出ていて、で、今後はおそらく明るい時間帯、ウェザーニュースライブアフタヌーンですとか、コーヒータイムの出演が多くなると思います。1年半のお休みをいただいていたとお伝えしたんですけれども、すっごく不安だったんですよ。ここに戻ってくるのが。今までキャスターになってから、そんな長くお休みって取ったことないですし、大丈夫かなと。まあ、ドキドキしながら研修初日ですね。このスタジオが入っているビルまでやってきて、もう、どうしよう。頭の中、いろいろ混乱してたんですよ。ただ、なんか不思議と安心感があったんですね。このビルに着いた時に。あ、いつもの空だと思って。あ、いつもの道だ。あ、いつものコンビニだってなって、いつの間にかそのドキドキよりも帰ってきたなっていう気持ちの方が強くなったのが自分でもすごく不思議でした。で、こうやって今ね、コメントでもたくさんいただいているんですが、待ってたよと温かく迎えてくださる皆さんがいるからこそ安心して番組に臨むことができます。と言いつつ、今この番組が始まるまですごい走ってたんですけどね。いろいろ間に合わないとだって走っておりました。本当にね、待ってくださっていた方ありがとうございます。そして初めましての方も皆さんと一緒に改めて空を追いかけていこうと思いますので、しばらくは慣れない点いくつかあると思いますが、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。